はい、それであの天文学宇宙物理学における、まあ、映像メディアということで、お話し始めますが、まあ、皆さんあのご存知のようにですね、19世紀までの人類というのは宇宙は永遠不変の静かなものであると、まあ、思っていたわけですね。毎日夜空を見てもう毎日変わらないと。ところが20世紀になりますとそれはそうじゃないと、まあ、宇宙そのものが大爆発で始まった、ビッグバンで始まったということがまず分かりまして、で、さらにですね、電波とか X 線とか赤外線とか普通我々の目に見えない電磁波で宇宙が見えるようになるとですね、宇宙は進化していると、あらゆる 天体は誕生して、で最後は死ぬということが分かり、でさらにですね、そういう天体は単に進化するだけではなくてすごい激しく活動している、爆発だらけであるということが分かってきたんですね。で、まあ、そういう爆発というのは当然非常に激しく時間変動しているわけです、まあ、その最たるものはあのジェット現象というんですが、後で出てきますけども、まあ、そういうものに満ち満ちていると。でこれはまさにですね、あの映像こそが重要なんですね、まあ、20世紀の半分以上はまあ写真観測の時代だったんですけど、実はあのこれからの天文学宇宙物理学は映像観測の時代、まさにこの国際シンポジウムの主題にぴったりのですね、まあ、そういうあの時代になってきたというのが私のまず最初のメッセージです。で、まあ、今日はですね、そのイントロダクションとして、まあ、こういうあの太陽の観測映像、これは後で磯部さんがあの詳しくお話をされます。それから太陽系もですね、最近はあのボイジャーとか探査機がどんどんあの飛んでいってまして、惑星の近くまで行って、まあ、映像が撮れる時代になってきました。一方でですね、スーパーコンピューターが非常に発展しまして、コンピューターを使って今まで分からなかった宇宙を探ると。でコンピューターを使うと、例えば銀河なんていうのは一回転するの2億年かかるんですけども、その2億年の映像が作れるようになるというわけですね。でこれは後で恵比寿崎さんがおそらく詳しく話をされると思います。でさらにあの天文観測そのものもですね、非常に発展しまして、なんと太陽以外の遠方の天体でも映像が撮れるようになってきたという、まあ、そういう例をいくつか最後にお見せしまして、でそういう得られたですね、素晴らしい観測データというのは今やですね、あの特殊な偏光フィルターを使って立体的にですね、4次元的に、4次元というのは空間3次元、時間1次元ということですけれども、そういう映像で我々見れるようになってきたと、まあ、そういう話を、これは恵比寿崎さんもあのそのパイオニアですけれども、エマートさんが詳しく話をされると思います。でまずあの太陽 の観測映像の話からしますけれども、皆さんご存知のようにですね、今年はあのガリレオ・ガリレイが望遠鏡を宇宙に初めて向けてからちょうど400年ということで、世界天文年、インターナショナル・イヤー・オブ・アストロノミーということで、あの400周年を祝ってですね、世界中であの天文に関する、天文宇宙に関するいろんな催し物がありまして、あの盛り上がってます。まあもうほぼ終わり、1年の終わりを迎えてるんですけど、まあ、まさにそういう意味でもあのこのシンポジウムは終わりを飾るにふさわしいものだと思うんですけども、そのガリレオが残したスケッチがですね、あの詳細のスケッチが残ってまして、で1613年のこれ6月から7月にかけてのあのスケッチ写真なんです。毎日のスケッチをですね、このようにあの動かしていきますと、まさにこれは映像なんですね。でこれはおそらく人類が初めて作った天文観測映像じゃないかと思います。でこのシンポジウムでですね、映像を作ることによってですね、単に我々楽しむだけじゃなくて学問自身が非常に発展するという、まあ、そういう議論をあのしつつあるわけですけども、まさにガリレオはですね、この、 あの、まあ、比較から映像ですね、一種の映像から太陽が自転しているということを発見したんですね。それだけじゃなくて、当時はこれもちろんあの、黒点、太陽に黒点があるなんていうのは教会の教えに反するあのとんでもない考えだったんですけども、あのそれが確かにそうであるというのを、この詳細に黒点の形がどう変わるかということから、実証してみせたのがガリレオだったんですね。でもう一気に 現代に飛びますが、これは私があの勤めております台帳を務めてます飛騨天文台で撮られたプロミネンスの噴出という
映像です。プロミネンスは皆既移植の時に雲のように赤く浮かんで見える現象ですけれども、皆既移植は時間が短いので、まあ、人類長らく分からなかったんですけども、今はこういうのがですね、特殊なフィルターを使うことによって、まあ、普段の日でも天気が良ければ観測できると。でこういう映像を詳しく解析することによって、プロミネンスがどれくらいのスピードで飛んでいってるか、どれくらいのエネルギーを持ってるか、そういうことがですね、詳細に分かるんですね。映像なしにはもう太陽研究はできないという、まあ、そういう時代になっております。でこれはまあ、そういう観測映像の中でも歴史的なもので、史上最大のプロミネンス噴出という映像ですが、これはもう半世紀以上前のアメリカの観測なんですけども、まあ、こういうのがですね、語り伝えられてですね、で、まあ、太陽の爆発の実態がだんだん分かってきたというわけです。で今やですね、可視光だけじゃなくて、X 線でも詳しく太陽が、まあ、研究観測できるようになりまして、でこれは日本が打ち上げた陽光という名前の X 線天文衛星が撮った写真ですけれども、まあ、これが映像化されております。で実はこの映像化にあたってですね、京都大学の大学院生諸君が、活躍しまして、昨日受賞式ありましたけど、学術映像コンペ優秀賞を彼ら受賞させていただきましたけども、その受賞作品の一部から撮ってきてます。 X 線で見ますと皆既移植の時に見えるコロナが真正面から見えるんですね。でこれは上に日付が出てます。92年の5月15、16、17とかなり早回ししてますけども、これはガリレオが発見した太陽の自転ですね。それをもう一目瞭然で示しています。でもう太陽の至る所でピカピカ光ってますけど、これは全部爆発現象、フレアと言います。で筋模様が見えてますが、これは磁力線を表しています。太陽の爆発の原因は磁場なんですね。でまあ、こういう話は詳しく後で磯部さんがされると思いますが、地球にも非常に影響を与えて、我々人類生命にも大きな影響を与えているということが分かりつつあります。で次に太陽系に移りまして、はい、これは探査機ボイジャーが撮影した木星の映像なんですね。でこれを見ますとですね、もう木星は渦だらけであるというのが分かります。木星って10時間で1回転してますから、非常に速い流れがですね、東西方向にできてまして、その流れの境界に大きな渦ができてます。この一番大きいのは大赤斑と呼ばれるもので、これは巨大な台風みたいなものですね。400年も続いている台風です。でちなみに地球の台風の映像を持ってきました。これも映像で見ると感動します。これは台風が日本を襲っている映像ですが、台風の目もはっきり見えますね。でこれはその瞬間の写真ですけれども、私が宇宙を研究しているとこれ見るとですね、銀河系にそっくりだなと。これ銀河の M51 という渦巻き銀河の写真ですけれども、これをこういうふうに比較するともうそっくりだというのが分かります。でこれはまあ写真なんですけれども、こういう写真の比較でもですね、全然違った現象の共通の原理が分かる。昨日も授賞式でですね、ヨーロッパに日本の生ハゲとそっくりなカーニバルがあるというのがありまして、私感動したんですけども、宇宙の現象もそういうのがいっぱいあります。で残念ながらですね、銀河の回転の映像はまだ人類は得てないんですね。これ2億年もかかりますからね。でところがですね、コンピューターシミュレーションを使うとそれが見えるんです。でこれも昨日の授賞式で表彰された、入賞作品の一つ、武田さん、馬場さん、斉藤さんのダイナミックスパイラルインザギャラクシーというコンピューターシミュレーションの映像ですが、素晴らしい映像ですけども、これは銀河の星々ガスの間で働く重力をですね、全部計算して作った映像です。全画面、すみません、まあいいですよね、分かりますよね。でこれグレープという
非常に早い計算機で、専用計算機で計算したもので、日本独自の技術で作られたものですね。でこうしますとですね、2億年の銀河回転がまさに映像化されるという。中心付近は早く回ってて、外側は遅く回ってる、まあ、先ほどの台風の映像と似てますね。はい、でも、もう終わるのですみませんね。で彼らの計算にはですね、実は単に星々の運動だけじゃなくて、星が進化の最後に大爆発を起こして超新星になって飛んでいくという、まあ、そういうここにボツボツ現れてますけれども、まあ、そういうことまで含んだすごい最新の計算ですね、はい、ちょっと時間がないのでここで終わります。でコンピューターシミュレーションはですね、実は宇宙に限らずあらゆるところで使われてるんですけども、これは東京工業大学の矢部先生が開発した流体シミュレーションコードでやられた丸田んぼを水の中に放り込むというシミュレーションなんですけども、これもちょっと初めて見たときはもう感動しましたね。こんな計算ができるようになったのか。これは丸田んぼの中も水も空気も全部計算してる。でしかも格子の数は 100×100×100 ぐらいのわずかな格子でですね、でそういう方法を私たちは宇宙に応用しています。これは私どもの研究室の大学院生の西塚君が中心になってやった研究ですけれども、やはりこれも学術映像コンペ優秀賞を受賞させていただきました。これは日の出衛星が捉えた太陽のジェット現象なんですけれども、これは先ほどの矢部さんの方法を太陽に応用したものですけれども、電磁流体数値シミュレーションというんですけれども、まさにですね、太陽で観測されているのとそっくりのジェット現象がコンピューターの中で再現されたという、これも初めて2つの比較を私に見せてもらったときはちょっとびっくりしました。でさらにですね、宇宙には銀河の中心では謎の大爆発が起きてまして、宇宙ジェットという現象が起きているんですけども、まあ、これちょっとだけ言います。正体は何かっていうのはもう何十年も謎だったんですけども、実はこれは超巨大なブラックホールであるということが分かってきまして、ところがブラックホールというのはあらゆるものを、はい、吸い込むのにどうしてジェットが吹き出すかというのが、もうこれ天文学上のもう最大の難問の一つだったんですね、まあ、今でもそうなんですけども。で私自身はですね、もう20年ほど前からこの問題に取り組みまして、磁場が効いてるんじゃないかと、まあ、そういう仮説に立ちましてですね、これ中心にブラックホールがあるんですけども、そこにガスが流れ込むとき、さっきの台風みたいに渦を巻きながら円盤になって落ちていくんですね。でその時に磁場と相互作用することによって、磁場がだん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 ですね、こう、ま、ねじられてひねられて、でそうすると磁場って反発力がありますの でついにジェットが噴出するということをコンピューターシミュレーションで、世界で初めてシミュレーションで、まあ、示したんですね。でこれは最近 の私の共同研究者たちのシミュレーションですけれども、まあ、このようにですね、宇宙ジェット現象、銀河の中心のもうすごい時間も長いし大きな現象を、まあ、コンピューターの中で再現し、こう映像を作ることによって物理が詳しく分かるようになると、まあ、そんなふうにして今の天文学宇宙物理学のフロンティアは進んでいます。これは実際その後ですね、ハッブル宇宙望遠鏡で原始星のジェットを詳しく見ましたら、先ほどのシミュレーションが予言したようなこういう螺旋構造が見つかり出しています。これはアメリカのジム・ストーンという研究者が計算した、そうやってできたジェットがですね、猛スピードで飛んでいくとこんなふうに観測されているジェットとそっくりな構造ができると。でもうちょっと時間もないので短く終わりますが、今やですね、これはカニ星雲、1000年前に爆発した超新星の残骸なんですけれども、なんとですね、2000年11月から次の年の4月まで7回ぐらい観測して、それを並べたら映像になりまして、超新星の中心にパルサーというすごい不思議な天体があるんですけども、そこからですね、パルサー風という風が吹き出してて、周りにいろんな影響を及ぼしているというのがですね、今や映像で捉えられるような時代になったというので、まあ、これも私最初見たときはもうすごい感動しました。でもうちょっと時間がありませんので、
で、まあ、そういうシミュレーションとか観測データをですね、今や四次元化してですね、研究それから教育普及に活用しようというそういう時代になっております。これは博物館でも四次元シアターありましたけども、後で恵比寿崎さん、エマーさん詳しくお話しされると思います。以上まとめますと、まあ、太陽研究ではもう映像は現在もう不可欠 の、 時代になっています。コンピューターシミュレーションでもそうですね。で、宇宙はですね、もう爆発ジェットだらけになってまして、もう映像、まさに映像の時代であると。で、天文学、宇宙物理学では今後ますます映像は重要になるだろうと思っております。以上です。どうもありがとうございました。